何？うん、しかし、どうするか。いかんな。よいか。なるほど。天下二分。曹操と天下を二分し、国力を蓄え、やがては孫吾の世となす。これこそ周瑜が描いた孫吾が生き残るための唯一の道である。赤壁で勝利した呉軍は天下二分のため慶州攻略にかかった。だがその途上で周瑜は死し、南慶州は劉備軍に占領されてしまう。孫権の抗議に対し劉備は破食の地を得れば慶州を返すと約束。だが破食を得てもなお劉備は慶州を返そうとはしない。呉を煮やした孫権はついに慶州への出兵を決断。孫劉の関係悪化が何をもたらすか。呂宿は一人孫吾の行く末を危ぶんでいた。殿、準備が整いました。いつでも出陣できます。わかった、すぐに向かうと伝えてくれ。殿、今回の慶州出兵ですが、やはり俺は賛同しかねます。なぜだ、ロシク。慶州は我らの悲願の地。劉備への対応を認めたのは破食を得るまでという奴らの言を信じたからだ。だがいざ破食を得てみれば、次は領主を得るまで待ってくれだと。ふざけたことを。奴らに結んだ約を守る気があるとは思えん。お怒りはごもっとも。しかし大丈夫か。近頃体調を崩しているそうだが、こたびの出兵が終わったら一度しっかり休め。周瑜に続きお前まで失いたくはないからな。殿、もう止められんか。だが我らの未来を考えれば、五色の同盟を崩すわけにはいかん。せめて少しでもマシな方向に決着させねば。まずいな。皆、今回の慶州出兵には乗り気だ。諸君に対する不満がこれほど高まっていようとは。今無理に抑え込んでも、いずれ大きな反発が起きる。その時に俺が生きている保証は。ロシク殿、大丈夫ですか。リクソンか。驚かせたな。ここに来て疲れが出たようだ。それより俺に用があるんじゃないのか。はい。こたびの慶州出兵ですが、本当にこのまま進めてよいのでしょうか。ほう、
皆は周遊殿の無念を晴らすと気を吐いているが、お前はそうではないと。諸君は今漢中で義を相手に優勢を保っています。ですが殿が自ら慶州に出陣されれば、劉備も漢中を置いて引き返してくるしかありません。それはつまり義に立て直しの時間を与えることになるか。俺も同意見だ。今は職に意趣返しするより少しでも義を削った方がいい。だが今その理を説いたところで誰も聞かぬだろう。そうですね。私たちが取り得る最善手は、迅速に慶州を制圧し五色の損耗を抑えることでしょうか。うん、その通り。しかし焦りは禁物だぞ。俺たちは世に名高い仁君から土地と民を奪おうとしている。それらを損なうような戦ではより強い抵抗に遭おう。なるほど、ご忠告感謝します。ロシク殿の言葉を胸にこの戦に臨みましょう。状況は悪い。だが希望の目は残っているか。五色の同盟が破れて笑うのはそうそう。消耗を避け迅速に慶州を制圧しましょう。慶州の民は劉備に懐いている。力ずくで奪おうとすれば反発は免れんな。関羽よ、この辺りで手打ちにせんか。これ以上争っても曹操が笑うだけだ。お前たちも漢中が気になって仕方ないだろう。されど拙者の独断で慶州返還に応じるわけにはいかぬ。お前の立場は分かる。だが俺も手ぶらでは引けんな。全土とは言わん。慶州の半分を返還してくれ。あとは俺が五の皆を説得しよう。その条件で承知した。拙者も兄者に掛け合うとしよう。引き続き慶州借用を許すとはいささか職に配慮しすぎではありませんか。呂も、戦は時に勝ちすぎてもいかんのだ。俺は五色の同盟に無用な瑕疵をつけたくない。ロシク殿がそうおっしゃるのならばこれ以上の論議は無用ですな。両毛め、口ではああ言ったが納得していないな。いや、昔を思えば引き下がっただけ。ロシク殿、やはり少し休まれた方が。私にお手伝いできることがあれば何でも言ってください。確かにな、今後のことを考えればここで倒れるわけにもいかない。リクソン、早速だが一つ頼まれてくれ。殿やお前に勧められた通り、俺はしばらく療養に専念する。地元に戻って羽を伸ばすのがいいだろう。その間都督としての務めは呂蒙に任せる。それと慶州方面についてはお前に頼みたい。つまり職との関係維持を私に任せると。そのような大役務まるでしょうか。ああ、職との同盟は難しい状況になりつつある。市場を交えず冷静な判断ができるお前にしか任せられん。頼む、リクソン。俺が不在の間皆を抑え
五色の命を守ってくれ。わかりました。ロシク殿の期待を裏切らないよう力を尽くします。この館に帰ってくるのも久しぶりだな。あれ放題でなければいいんだが。ロシク様、お帰りなさいませ。誰だ。いや、その顔は確か。ここでロシク様のお世話になっていたものです。以前はその日の飯にも困っていましたが、おかげさまで一人前の医者になれました。おお、お前たちか。随分と見違えたな。しかしなぜ俺の屋敷にいる。ロシク様が病で療養されると聞いて飛んで帰ってきたんです。今こそ恩返しの時です。さあさあ、元気になられるまで館の外へは出しませんよ。そういうことか。お手柔らかに頼みますぞ、先生方。慶州をめぐる五色の衝突はロシクの取りなしでどうにか収まった。その過労のせいか、ロシクは体調を崩し、工事をリョモウとリクソンに託す。この頃、漢中をめぐってショクとギが衝突。ゴはその隙をついて合皮攻略にかかった。だが長領に惨敗し、さらには樹種公への侵攻を許してしまう。一方、帝軍山で大勝した蜀は漢中より魏軍を追い出すことに成功。時代の追い風は蜀に吹いていた。そんな折、館で静養していたロシクのもとに急報が届く。失礼します、ロシク殿。介入されたという話は本当だったんですね。おお、リクソン、おかげさまでな。海外しい医者たちに軟禁されていたせいで体はなまって仕方がない。ところで、今はお前の方が随分と青い顔をしているようだが、慶州で何かあったか。はい、先ほど両毛殿が関羽討伐のために出陣されました。やはり避けられなかったか。申し訳ありません。療養の間私にお任せくださったのに。いや、難しい情勢の中でお前はよくやってくれた。関羽の討伐は殿が言い出したことか。それが義にそそのかされたようなのです。慶州の関を除くことは義と呉の両国にとって利になると。くっ、職への悪感情を利用されたか。義の狙いは五色の中を裂き共倒れさせることだ。ええ、定義に厚い劉備のことです。関羽を背後から撃ったとなれば、その憎悪は義ではなく我らに向けられるでしょうね。その前に何としてでも両門を止めねばな。リクソン、知らせてくれて助かったぞ。ロシク殿、どちらへ。まさか。ああ、班長だ。関羽討伐を止める。多少手荒な方法になるだろうがな。
お待ちください。皆に刃を向けるということですか。それではロシク殿が裏切り者に。だとしてもだ、孫悟の未来をつなぐにはそれしかない。わかりました。私も共に行かせてください。俺の無茶に付き合わせてすまんが、お前がいれば心強い。よし、行くぞ陸遜。同盟が破れれば孫悟に未来はない。裏切り者とそしられようと皆を止めねば。関羽の子らも窮地にあるようです。急いで救援しましょう。仲間に刃を向けるのは辛いものだな。だが孫悟の未来をつながなくては。お手を煩わせました。救援感謝いたします。主膳殿が観光殿に家計を仕掛けたそうです。急ぎ状況を確認しなければ。ロシク殿、一体何の真似です。しかもリクさん、お前まで。そっちがその気なら仕方ない。俺も全力で行かせてもらう。ロシク殿、リクさん、なぜ。父上のもとへ急行する。共に生きて職へ戻らねば。怪我をした人は下がってください。敵は私が食い止めます。してやられたか。なすべきことをなせず引くとは強敵だな。だが拙者も軍神の子、ここは引ける。抜かりなく備えたはずが不甲斐ない。相手を安く見積もりすぎていたか。よし、拙者たちの手で決着をつけよう。ついに追い詰めたか。関羽、神妙にせよ。いかな苦境にあろうとも諦めぬ。生きて兄者のもとへ帰り、誓いを全うせん。両毛め、また随分と攻めづらい陣を。こんな形で成長を思い知らされようとはな。ロシク殿、我らを裏切られたのですか。職に就くというなら容赦はしませんぞ。待て、俺の話を。て、聞く耳持たすか。仕方がない、力ずくで止めさせてもらうぞ。どうしても関羽は歌ってんのか。ロシク殿、なぜそこまで職の味方を。ロシク、なぜお前が我らを裏切り関羽の味方をする。ここで関羽を撃たせるわけにはいかないからです。ロシク殿、リクソン、お前もここで何をしている。私は ロシク、今一度問おう。お前は裏切り者なのか。その汚名を切ることに何のためらいもありません。それで孫悟の未来を守れるならば。何だと。今関羽を撃てばその未来に刺した光明を失うことになるからです。義は我らに休戦だけでなく諸君への攻撃を求めました。ここに彼らの思惑が潜んでいます。義は我らを相争わせて疲弊させ、その後滅ぼすつもりなのです。今や義にとって五色の同盟は策を弄して瓦解させんとするほどの脅威。すでに我らは義に対して拮抗しうる力がある。
それを手放してはならんのです。私は義がこれ以上呉を脅かすことがないのなら無理に義と戦う必要はない、そう考えた。だがお前は呉の未来に義と共に歩む道はないと言いたいのだな。その通りです。どうかここは撤退を。わかった、兵を引こう。殿。今からでは遅いかもしれんが、また諸君との橋渡しを頼めるか。よしく。はっ。邪魔するぞ、ロシク。ずいぶんと暇そうだな。これは殿、まあ療養に続いての自宅謹慎で休み癖がつきそうです。理由はどうあれ、全軍を導くはずのトトクが派手な騒ぎを起こしたからだ。一応周囲に示しはつけねばならん。申し訳ありません。それで殿がここへ来られたということは外で何か動きがあったのですかな。まあ、義が樹脂港へ進軍した、約を破った我らに対する報復だろう。向こうの先方は長領だ。我が軍にはその名を聞いただけで震え出す者がいるありさまでな。なるほど、先の合肥での敗戦は聞いています。手を打たねば士気を保つのは難しいでしょうな。その通りだ。だからお前を呼びに来た。今をもって謹慎を解く。またお前の力を貸してくれ。お任せを。大義に有用な施策を披露しましょう。偵察部隊が帰ってきました。樹脂港は義の大軍で埋め尽くされているとのこと。また前情報通り敵先方は長領のようです。義め、本格的に孫悟を潰しに来たか。長江南岸への侵攻を許せば権業はひとたまりもない。そういえば長領の対処については、ロシク殿に秘策があると聞いているのですが。そう焦るな、じきにわかると。そう言っているうちに来たようだな。な、カンウル、まさかロシク殿の秘策というのは。同盟国が窮地にあると聞き助太刀に参った。ロシク殿、繁盛での恩義ここでお返しいたそう。非力ですが私たちがお手伝いしますね。長領は関羽の軍に食い止めてもらう。他の防衛地点についても諸の協力を取り付けた。その間に我ら五軍が敵本陣を叩く。さあ行くぞ、五色の力奴らに見せつけてやるとしよう。久しいな長領、五軍のためここは拙者が相手となろう。長領は関羽が足止めしてくれている。その間に樹脂港の義軍本体を叩くのだ。敵兵器を破壊し義軍を動揺させましょう。関銀平殿、作戦通りにお願いします。っ
門が開いたら突撃するんですよね。それまではじっと我慢。頑張ります。この兵器を前に敵のお出迎えはなし。怪しいね。ちょっと様子を探ってみるか。あれ、敵に見つかっちゃった。門が開く前に急いで倒さないと。門をぶち破ってやったぞ。者どもかかれ。当たって砕けないよう突撃。なんだ、何が起こった。俺たちの兵器があんな小娘に。敵に優勢を信じ込ませ直後に絶望させる作戦の効果は絶大だったようですね。今ここでお前を撃つ。これ以上殿の道を邪魔させるものか。帰り道にされるとは。宗家の駒としての役割果たせなかったか。関羽よ、今回は世話になったな。義の進行を止められたのはお前たちのおかげだ。同盟相手の危機に参ずるのは当然のこと。要請があるまで動かなかった己を恥じるばかりよ。何かあればまた参じよう。ではロシク殿、ごめん。まったく恐ろしい強さだな。曹操が奴を欲しがったというのも頷ける。ですがロシク殿、こたびの策はいささか危険が過ぎたのではありませんか。我らの命運を職に預けるなど。リョモ、外交の肝は相手の何を信じ何を疑うかだ。用心するのは構わんが、頭ごなしに全てを疑ってかかるな。結果的に自分たちの選択肢を狭めることになるぞ。しかし関羽らの居座る慶州なくして周遊殿が描かれた天下二分はなし得ないのでは。周遊殿の頃とはだいぶ情勢が変わってしまった。今や孫武だけで慶州と覇食を抑え義に対するというのは現実的と言えん。天下二分という構想自体は受け継いでいくつもりだがな。つまりロシク殿は五色による天下二分を目指されていると。その橋渡しを慶州の関羽にというなら頷けます。うん、今回の共闘もその一環だ。ある程度の手応えを得られたところでそろそろ次の段階に着手する。次の段階とは。なに、少しばかり孫悟の未来を担う者を増やしていこうと思ってな。俺たち古株が踏ん張るのには限界があるだろう。関羽討伐に流行る孫権と呂蒙をロシクは身を挺して止めた。呉の未来を思うロシクの決意と信慮は孫権の心を動かす。それと同時に関羽の信頼をも得た。ここに崩れかけていた五色の命は回復する。一方義では曹操が生き、この曹丕が後を継ぐ。君主交代の混乱を見逃す手はない。かつての雪辱を果たすため呉は合肥侵攻を決める。出陣を待つ軍勢の中にはロシクを慕う若き将らの姿もあった。ロシク殿、合肥へ攻め込むというのは本当ですか。
おお、修繕か。耳が早いな。先ほど殿の了解が得られたところだ。曹操が倒れ、魏は混乱の渦中。一方、樹子公の勝利で我ら孫悟の士気は高いってことですよね。話も早いな、修繕。今度の戦の先鋒、陸遜に頼もうと思っていたが、お前がやってみるか？何を隠そう。それをお願いに来たんです。実力も実績も、陸遜に引けは取らないはず。やります。やらせてください。修繕殿。うん。わかった。合肥攻めの戦法は、お前に任せよう。ありがとうございます。烈火のごとき活躍、期待していてください。やる気があるのはいいことだが、どうにも危なっかしい奴だ。だが陸遜、お前にはない負けん気がある。ロシク殿がそこまで修繕殿を買っているとは、悔しいですね。お前の闘争心に火をつけたなら何より。修繕と共に行くといい。切磋琢磨できるいい機会だ。わかりました。修繕殿が燃え尽きないよう、私も全力を尽くしましょう。敵本陣に向かって突撃する。燃える展開、来たぞ。修繕、頬を焦っては実力を出せなくなるぞ。落ち着いて進軍するんだ。撤退する義軍の中に兵を紛れ込ませました。これで家計の効果はさらに増すはずです。敵の守りは非常に堅固。修繕、ここは裏に回って攻めましょう。裏手の守り自体は薄い。奴さえ倒せれば突破は容易なはずだ。よし、今だ。俺の策、その瞳に焼き付けてやる。うわぁ、ひだ、みんな逃げろ、燃やされちまうぞ。修繕、陸遜、二人ともよくやった。今後さらに成長するのかと思うと楽しみだな。これで合肥は我ら孫悟のものだ。宣言通りいい働きをしてくれたな、修繕。いや、俺一人ではダメでした。ロシク殿やリクソンの手助けがなければ、先方としての役目も果たせたかどうか。こう流行って空回りするなんて、ああ、恥ずかしすぎる。顔から火が出そうです。分かっているならよかったですよ。な、何か言ったか、リクソン。いえ、そう落ち込まないでくださいと言ったんです。お前たち、随分と仲良くなったな。競い合って力も伸ばせたはずだぞ。リクソン、俺、お前を誤解してたみたいだ。真面目で融通の利かないやつだと思ってたら、意外と、その、言うのな。けど、お前の助言は的確だった。おかげで、いつもより力を発揮できた気がする。いえ、私の方こそ学ばせていただきました。特に修繕殿の家計に対する情熱からは、はっと気づかされることが多く。なあ、家計は戦の花だからな。実は今度試したいことがあるんだが。まったく、切磋琢磨する相手が火打ち石同士だとは。何でもかんでも燃やしてくれるなよ。殿、我々は魏が合肥奪還に出る前に次の手を打たねばなりません。徐州侵攻の件、どうしてもお聞き届けいただけませんか？だがロシク、現状の我々の兵力ではどう見積もっても徐州攻略は厳しいぞ。簡単に採火することはできん。
ですが助手さえ抑えられれば巨匠進行も見えてきます。今が無理のしどころですぞ。ロシク殿、助手の民の件いかがなりましたか。殿、あ、失礼しました。ロシク殿に助手の民を味方につけられないかと相談していたのです。本来なら軍議で筋を通さねばならぬところ。通すも通さないもない。助手の民を味方になど本当に可能なのか。自分の故郷である助手は以前曹操による蹂躙を受けました。今でも反魏の気骨を持つ者が多くいます。自分は彼らの思いをよく知る一人、誠意を持って呼びかければ必ず民の協力を得られるかと。殿、確かに上州の民は呂布や劉備に味方し、たびたび曹操を脅かしてきました。女性の言う通りに協力が得られるとすれば賞賛は見込めるでしょう。女性の故郷が失われたのは知っていたが、このような形で策をなそうとすると、その心意気に感謝せねばならんな。女性、お前にかけよう。民への呼びかけは任せたぞ。殿、ありがとうございます。拾っていただいたこの命、孫悟の明日に捧げましょう。目指すは魏軍、皆奮戦せよ。奴らの手から必ず助手を解放するんだ。魏軍の兵力は我々をはるかにしのぐ。助手の民を味方につけ、形勢逆転を図るぞ。やっぱりほら、戦うしかないんですね。ここは自分に任せてください。必ず民を説得してみせます。自分は序文教、お前たちと同じ助手出身だ。共に助手を取り戻してほしくてやってきた。やっぱりそうか。だったら反乱を起こすしかねえだろう。民をこちらに引き入れることができたか。この勢いでさらに味方を増やすのだ。よし、流れは我らのものだ。民と協力し、このまま城内へと攻め入るぞ。この日をどれほど待っていたか。自分たちはようやく助手を取り戻せたんだな。今回の働き見事だったぞ。お前の策があればこそ得られた勝利だ。また助手の土を踏む日が来るとは。よくやってくれたな。お前の策がなければ助手攻略は何年越しになったことか。ん？意外と冷静だな。ここは男泣きだろう。いえ、ロシク殿が後押ししてくださったおかげで自分の策が用いられただけです。自分はまだまだ未熟。涙は天下への道筋が通った後に取っておきますよ。まさか合皮に続き助手まで手にすることができると。電光石火の勢いであったな。お前や周囲の言う天下二分、その景色がようやく私にも見えてきた。殿、申し上げます。慶州へ向けて魏の大軍が進発したとのこと。動いたか。殿、俺は呂蒙らを連れて高陵の防衛に向かいます。分かった、こちらのことは任せておけ。慶州の皆を頼むぞ。際どいところまで攻め込まれているな。帝侯、状況を聞かせてくれ。高陵の将兵らはかろうじて持ちこたえております。
ロシク殿らのご助力があればこたびの攻勢は退けられましょう。しかし慶州に押し寄せる義軍は怒涛のごとく、根本を断たねば先に崩されるのは我々かと。どうにか反抗の機をつかむ必要があるな。テホ、関浦のいる城陽の様子は把握しているか？はい、激しい攻撃にさらされていると。まだ落城は免れていますが、時間の問題でしょう。ならば急がねばならんな。一度高梁に張り付いた義軍を打ち払うぞ。その後すぐ城陽に向かい関浦と連携を取る。城陽の救援に向かわれると我々の兵力にも余裕はありますまい。高梁の防衛に徹するべきでは。だからこそ蜀との共闘が必要なのだ。高梁と言わず慶州から義を追い出すためにな。承知しました。城陽へ向かう部隊を手配しておきましょう。孫悟の愛しき風景を奪わせはしない。高梁、城陽を我らの手で守り抜かん。城陽の蜀軍と足並みを揃えるぞ。この機に慶州から義を追い出してやる。よく来てくれた。拙者と共にこの者らを退けようぞ。五色の力を合わせ義軍を打ち破る。こちらから敵を包囲し返してやれ。この私が押し切られるとは。ここは引くが次はやらせんぞ。各地を守れたのは五色の協力あってこそ。慶州から義軍が撤退したのもその成果だな。五の方々、救援誠に感謝する。危うく義に城陽を奪われるところであった。いや、蜀軍の協力なくば義を慶州から駆逐することはできなかった。こちらこそ礼を言う。ほう、ロシク殿、こたびの慶州防衛の結果を受け申し上げたいことがあります。五色共同で本格的な反攻作戦に出るのはいかがでしょうか。両国の中隊が結びついた今なら戦果が望めましょう。両も文句なしの提案だ。早速殿へお伺いを立てようと思うのだが、関羽よ、お前の方はどうだ。拙者も呂蒙殿の提案を支持いたす。しかし独断というのもいささか。ならば俺が直接生徒へ向かおう。その方がこちらの熱意も伝えやすい。承知した。すぐに手配いたそう。いよいよ義への本格的な反攻が始まるのですね。崩れた名誉を結び直し、より強固な絆を持って難敵に挑む。ああ、燃える展開だ。必ずや孫悟に燦然と輝く未来をもたらしましょうぞ。気合は十分だな。頼りにしているぞお前たち。